横原さん、やっほー。リオン、今日も可愛いな。ありがとう、たくあんさん。そう？まあ、今日もね、今日もレッスン終わりなんやけど、昨日よりちょっと早めに終わったけん。あ、B ついてた、B ついてた。B でーす。そう、ちょっと早めに終わったけん。昨日、まあでも昨日のが加算されてそのまま疲れは出てるけど、そんなに、なんていうのかな、なんか別に、まあ、疲れたけど、昨日の方がヘトヘトだったかもね。まあでも2日目だからしんどかったかな。まあいや、しんどいよ、どっちにしろ。リオン B。 B つけっぱでした。名前、名前ズボンに貼ってたんだわ。これも。山田さん、お疲れ様、ありがとう。そう、好き好きティーです。ピエカズさん、たけるくんもハートありがとうございます。あ、りゅうちゃん、久しぶり、ありがとう、来てくれて。ちょっと B は外します。しました。すごい、ありがとう、ハートいっぱい、ありがとうございます。こういうのをね、なんか保管しとこうとか思ってたんですけど、もうあまりにも毎日もらいすぎて、いや、もうこれはもう、もういいなーってなりました。 もらえるあれだなーって。一応毎日貼ってるんで。あ、猫さんもハートありがとう、来てありがとうございます。クリームソーダさんもハートありがとうございます。ルーマンさん、清原がさよなら見えた。わからんこともない。さよならってか、すごい病んでんじゃん、もう。すごい病んじゃってる。あ、抽選で1名の方にね。こちら抽選で1名の方に当たります。いやー、みたいな。全然いいよ。でもまあ別にね、名前は自分で書くときもあるんですけど、最近はもう時間短縮のためにスタッフさんが事前に書いてくださってます、名前とかを。みんな結構外し忘れが多いですね。つけてそのまま帰っちゃったり、帰っちゃわなかったり。20分ぐらいまでやります。今日20分ぐらいまでやるよ。イエーイ、お願いします。まあ本当にもうあと少しで本番なんですね。全然知らなかったんですけどっていうのもおかしいけど、でも全然知らん、そうなんだったね。そうなんでした。あきさん、こんばんは。ありがとうございます、来てくれて。のたさんも、こんばんは。しょうきくん、電車の中でつけたままで帰ったことあんのかな、わかんないや。どうだっけな。でも私あんまりね、ラスアイのだから、こういうラスアイの T シャツとかで出歩くことは基本的にはないけど、なんかもう本当に全然歩かんしどうでもいいやって時は、全然ラスアイの T シャツで歩いたりする。たくむさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。なんか私はもう花火を見れるかどうかをずっと考えてます。花火見れるんかな、花火見れるんやろか。あずさん、握手会と通信申し込んだ。本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ありがとう。ケインさん、ひまりんの応援ありがとうございました。あ、こちらこそ、本当にありがとうございました。こちらこそ、ひまりちゃんがグランプリ取れたから、もうそれで、それが幸せですね。ゆのじさん、ハートありがとうございます。山ちゃん、あさってから夏休み。お、そうなんや。遅いんかな？わからんけど。多分普通さ、高校とか中学校やったら、まあ、7月後半とかになるんかな。ラスアイおったん、ラスアイ入ってから T シャツの数めっちゃ増えた、めっちゃ増えた。サムサム T シャツだけでも2、3枚あって、でもこういうのは基本1枚ずつもらっとるけど、でも毎回毎回もらいよるけん結構多いかも。夏休み T シャツとかを本当に練習着とか部屋着とかにも今使ってます。
クリームソーダさん、ディオの配信見るために生きてる。今日もありがとう。ありがとう。そんな、でも私の配信ない日もちゃんと元気に生きてくださいね。ネギリン、明日はバーベキュー。いいなー、明日も練習です。まあそりゃそうか、そりゃそうだよな。明日は練習しないとですよね。そっか、いいな、バーベキューとか全然やったことないですね。なんか私、夏らしいことって言っても、夏ね、行くとしてもお祭りとかしか行かないんで、全然全然ですね。あんまり、なんだろう、自然に触れたことはないかな。クレヨンしんちゃんの T シャツは持ってないな。あるよね、絶対そういうのいっぱい。でも持ってないね。持ってない。板風さんかな。かわいい、かわいい、ありがとうございます。ありがとう。なんか私も別に、なんだろう、辛くなく普通に配信しよるけど、しよるけど、でもやっぱなんかみんながこれ楽しみに、生きてますまで選んでいいけど、そのこれ楽しみに、いつも頑張ってますとか、毎日ショールもありがとうとか言ってくれるだけですごいね、なんか毎日配信しててよかったなってなるし、すごい嬉しいですね。はい、あつしさん、ハートありがとうございます。あ、まぶふさんもハートありがとうございます。アジャス、なんか夏になるとさ、もうすごいイベント増えてくるやん。アイドルって忙しくなるやん、忙しくなるやん、忙しくなるんやけどさ、なんかあれよなと思って、なんかもちろんみんなに来てほしいんやけど、もうそれこそ、まあいろいろ事情あって来れない人来れないじゃないですか。でね、まあもちろんみんなが来てくれるのが一番、もうそれは嬉しいけど、いろんな事情があると思うし、でもなんかそういう意見人たちってさ、ツイッターとか見てさ、うわ行きたかった、くそーってなるでしょ。だからそうだよなって思った、最近。そう、なんかなんて言ったらいいんだろう、こうやっぱ地方組の方とかは夏とか逆にこう頭抱えるよね。グラさん、こんばんは、ありがとう、来てくれて。そうだから、まあこうやって配信では毎日会えますけど、やっぱなんかイベントとかいっぱいあるのに行けんって辛いと思うし、でもなんかそれでこうなんか置いてけぼりにされてるなみたいに思ってほしくはないんやけどね。でも辛いのはわかる、辛いのはわかる、本当に。あ、そうそう、いいねはね、全然したいんやけど、したらいかんのよ。ラスアイはというか、みんなのツイート全然見てるし、普段から、あ、いいねしたいなって思ってるんですけど、いいね禁止なんで、そのラスアイの夏休みの、撮ってくれた写真、いいねしに行きますよっていう、あの時とかしかしちゃいけなくて、しかもその撮ってもらった写真じゃないとダメやからさ。そこでもう日々の分まで、いつもの分までバーってめっちゃ気持ちを込めていいねします。そうそうそう、なんですよ。だから夏はお金が飛ぶ。そうだよね、そうだよね、夏は忙しいけどみんなも大変だ、大変だ。まやちゃん、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。リプしたいなって思うことある？そんな、なんか送りたいとかまではなんないけど、なんか清原ディオちゃん気になるとか、なんか応援したいなとかしようかなとかってなってる人にはすごい声がかけたくなる。応援してって、もっと気になってって思いますね。そう、配信やってるよ毎日みたいな。でも結構配信を見てくれてこう来てくれてる人とかが多いんやけどね。コーンさん、こんばんは。アツナさんもこんばんは。あ、オーガさんもこんばんは。ありがとうございます。来てくれて。だから、気になっていただけてる、ただ、嬉しいです。全然喋れなかったプリリーさん、反論してやろうとかって思う？でもなんか、ツイッターであんまそういうの見つけたことあんまりないけん。特に思ったことはあんまないかもしらんけど。
なんか本当に私何ヶ月に1回かなんかそういうチャンネルを見ちゃったりとかするんですけど、見たりとかするんですけど、まあそういうの見るとたまに、ってなっとったけど、なんか、なんだろうな、内容によっては別に何も思わないかな。ああ、そうですか、って感じ。そうですか、って感じ。なんか響かない人には響かないし、分かってもらえない人には分かってもらえないんだろうなーっていうのは、たまにあるかな。うん。サイサイさん、ショールームで気になってハマになりました。ああ、それめっちゃ嬉しいよ。なんか毎日配信しててよかったなって思う、そういうの聞くと。なんか何やろ、いや、なんて言ったんやろ、全然いやいやしてないけど、やっぱりやりがいじゃないけど、やっててよかったなって思えることは嬉しいことですね。たけさん、ハートありがとうございます。ハスキー声いいね。ハスキーボイスです。夏になるとね、なおさら、なんやろ、夏やっぱイベントとか多いけんですかね。なんかなんて言うんやろ、低いしちょっとパサつくというか、パサパサしてるなって思う。パサパサしてるなって思います。うん。そう。だから、いつもこれってどういう体勢なの？これはね、普通になんて言ったらいいんだろう。ここに電気があって、で、なんかそのとこに携帯が立てれる件、ここに携帯置いとって、ってなったら、まあ、必然的にこの壁になっちゃうっていう。なんか私的にこの壁で配信してるのすごい普通なんですけど、確かにおかしいのかなって思います。山本愛理ちゃんへのリプとか早いけど、しょっちゅうツイッター見てるの？見てるけど、ほらさ、みんなもあると思うんですけどさ、なんか LINE とかでもさ、全然さ、返信来た瞬間スマホいじりよるけど、あ、来たって思ってちょっと経ってから返すじゃん。だからそれと一緒で、ツイッターとかも通知来たら、その時って基本スマホいじるよりけん、あ、来たってわかるんやけど、後伸ばしにするかすぐ返すかの問題で、なんかすぐ返したら気持ち悪いかなってなって間開けるんやけど、なんか山本愛理ちゃんに関してはさ、もう気持ち悪いこそ正義なんで、もう気持ち悪くあることが正義なんで、もう山本愛理ちゃんに対してはね。なんで山本愛理ちゃんにはもう秒でリップ返すのが一番なんか気持ち悪くていいかなって思って、こう間を空けずに気づいたらその時にバッて返すことが多いかなって思いますね。はいはい。そう。でも LINE とかもね、置くっしょ、みんな LINE 置くでしょ。返信来てちょっと経ってから返すやん。私家族以外は割と時間空いてから返しますね、めっちゃ。家族とか、お姉ちゃん、うん、お姉ちゃんも家族だ。家族とかみんな、すぐに返すときは返すんですけど、気持ち悪いこそ正義、イエイ。そう。だから、そうなんですよ。その、こう、人によるというか、まあ、なんて言ったらいいんやろうね。なんか私は、みんなはどうかわからんけど、好きやけんすぐ返すとか、嫌いやけん後回しにするかっていうと、別にそうじゃない時もあるかなって感じ。うん。そう。そう、休業やったらね、さすがに。それこそ仕事の連絡とかやったら、まあ先延ばしにできないんで、そう。だからなんか、早めに返すことが多いですけど。さやねーとは毎日 LINE してますね。というか、まあ、清原家で LINE してるかな。清原家で LINE してます、毎日。だけど、なんかあんまり、なんかそういう面では東京おる時もあんまり変わらんかなって感じする。そこは繋がっとるけんさ。うん。だから。トーク見てたらいきなり LINE 来て即既読になるとはする。わかるー。なんかさ、普通にスマホいじるよってさ。なんかで上らへんパッて押したときにちょうど LINE 来てとか、もうね。あと私、ラスアイのメンバーのショールーム全員フォローしてるんですけど、そんなすぐ行くつもりじゃなかったのに、配信が始まりましたって来た通知そのままパッて押しちゃって、すごい張り切って見に行った人みたいになっちゃうみたいな。いや別にいいんやけどさ、なんか恥ずかしいやん。あ、え、ま、すごい、ま、なんか待ちわびとったんかなみたいになるやんか。見てないかもしれんけどさ、そんな。だけど、結構あんのよ。
みんなはあれやん、いいと思うんですけど、全然私やったらすぐ来てくれるのが嬉しいんでいいんですけどさ、ですけどさ、そう、男女上がっちゃったら恥ずかしい。あ、どんちゃん、だるま、ありがとうございます。25日目ありがとうございます。そうやけんさ、なんかそうなんですよ。え、全員フォローしとるけど、でも言っても毎日配信しよるの2期生の子たちと2期生アンダーの子たちの何人かとかなんで、そんなに通知ひどくはないかな、ショールームに関しては。もう本当に1時間に1回来るか来ないかぐらいなんで、全然気にならないというか、すごくはないかなって感じしますね、うん、そう、早すぎてこいつに分かると思われたら恥ずかしい。いや、なんか私やったら全然思わんないけど、なんか自分がやるってなると大丈夫かなってなるかな、うん。でも私は全然早く来てくれた方が全然嬉しい。みんな LINE の返信はちょっと遅らせていいんですけど、配信は全然遅らせずに、すぐに始まった瞬間に来てほしいですね、うん。な感じです。やっぱみんな間開けてから返すよね、うん。なんか私もね、家族以外での LINE は休養だったら早く返してこない方が逆にイライラするけど、なんか休養じゃないただの会話とかが、なんか本当私が返した瞬間既読になって秒で帰ってくるみたいなのがずっと続くとちょっとしんどいなって感じするよね、うん。だからわかる。今ちゃん一人でショールームしてたらそう寂しいです。こう不意にあー何やってんだろう、何やってんだろう自分ってなりますから、そういうのがあるんですよ。アッキーさんもこんばんは、ジュニアさんもこんばんは、ありがとうございます、来てくれて。あ、 LINE 通知切ってるんだ。私はね、ちゃんと来るようにしてますね。来るようにはしてるけど、内容が見えんようにしてます。なんて言ったらいいやろ、内容がわからんようにはしとるけど、でもこうメッセージありますみたいな通知はちゃんと来るようにしてます、うん。そう、花さん返事早すぎて泣いてるのめっちゃわかる。なんかさ、なんやろ、すごいひどく、そこまでめちゃめちゃ早くなかったら別にそんな嫌じゃないけどね、うん。ジンさん、 D を LINE スタンプ使う。 LINE スタンプね、使うんですよ。でなんかめっちゃ意外と使うけんさ、なんか新しいの欲しいなって思ったんですけど、なんかどうやってチャージしよったっけと思って忘れちゃった。なんかカードやったっけな、 LINE の。もうもちろん今クレヨンしんちゃんのスタンプが欲しいですね。クレヨンしんちゃんとかちょっと変な感じのスタンプ欲しい。なんか今プレゼント機能なくなったよね。お父さんにプレゼントしてもらおうって思ったんですけど。しょうきくん、 LINE の友達多い？え、全然今多くないね。本当にぼっちょこしかおらんと思う。既読スルーはね、既読スルーそんなにせんかな。でもまあなんて言ったらいい、これ完全に会話終わっとるなみたいな時はする、全然するけど、うん。スータンさん、オッスでーす、オッス。板風さん、花束ありがとうございます。そう、なんかスタンプがね、あ、そうそう、リオちゃんスタンプ使ってたんやけど、 LINE 変えたけんさ、それで消えてしまって、そん時ちょっときつかった。え、どうしよう、こいつおらんなるんか、んー、でもしょうがないわーってバイバイしましたね。あとはなんかもともと既存であるその LINE フレンズたちのスタンプとかしか使わないです。そう、ぼっちょこ友達ぼっちょこしかおらんけん、うん。そう、ディーンは既読スルーされたら切れるんじゃないの。切れないかも、意外と。え、わかんない。なんかすごい急用でさ、私が、なんか質問しとったとしたら、切れるけど、返せよってなるけど、なんか既読スルーされて切れた記憶ないかな。なんかそれよりすごい急用なのに、全然既読してくれん方がちょっともやもやするかも。スマホいじっとるよね、絶対。この数時間の間にって思っちゃうかも。うん。私も休養はすぐ返すように してますね。はい。そう。サムサムスタンプ？サムサムスタンプってあれかな？ラストアイドルのやつかな？怪我しないでねってやつかな？私もあれ持ってたのに、LINE 変わったけん持ってないですね、今。ジョージさん、こんばんは。ありがとうございます。来てくれて。
え、カニャンなら、てかカニャンとかなんならもう既読するこそ正義、もう何でも正義になっちゃう。既読するこそ正義ってとこあるんで、カニャンは別に既読スルーされてもいいわ、うん、全然いい。ツイッター浮上するけど LINE 見てないやつ、それある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 だね。私はあんまそういう経験ないけど。エビアンタンさん、サムサムはみんな返信早い？あー、いや全然。まあ猪子さんはもちろん早いですけど、あとはね、ひめりも遅い時は遅い。なんかひめりはまあ待ち合わせすることが多いんですよ、結構何時にどこそこねとか、なんかそういうのが多いんですけど、なんか全く連絡来なくって、起きてんのかなって時に、ね、起きてるみたいな連絡しても全然既読つかなくって、いや本当に大丈夫かなってなって電話したら、起きてるよみたいなってことがある。でなんかね、急いで準備してると確かに LINE って見ないもんな。うん。野田さん、ハートありがとうございます。だからひめりも日によるし、マジマジは遅い。基本的にちょっとだから人並みに間を空けるかなって感じ。いつ気づいてんのか分かんないけど、帰ってくるのはそんなすごい秒ではない。でももうマヒロンはすっごい遅い。もうびっくりするよ、もうすっすごい遅いの。うん。なんか逆に早く帰ってきたらどうしたってなるみたいな感じ。本当に。マヒロンは遅い時はもう一日後とか、もう数日後とかですよ、もう。すごいスローリーじゃん、この人って思うもん、いつも。最近ね、慣れた。もう逆に全然びっくりしてない。なんかグループ LINE しても、まあマヒロンはどうせ多分次の日ぐらいに帰ってくるから、みたいな感じ。テアンは普通かな。テアンは人並みって感じ。なんか普通に早く返してほしいときは全然早く帰ってくるし、なんか休養じゃないときはまあ普通のテンポで帰ってくるんで、そう。なんかみんな多分みんなの想像してる通りやと思う。うん。なんというイメージ通り。いや本当にそのまんまだと思う。みんなが思っとるまんまって感じ。自分、私どうなんだろう。私メンバーにはね結構早めに返してるつもりですね。なんか基本休養かなって感じするけんさ、何時に駅着くとか今日何時に行くとか、なんかそういう系がもうやっぱあるけんさ、うん、私結構早めに返しとるつもりかなって感じ、うん、そうそう、急ぎやったらさもう遅いってなるけど、まあ急ぎじゃなかったら、だからもうマヒロには急ぎの LINE はしません。もう次の日に来るんで。そう、なんかもう一周回って面白くて、もうイライラしない、全然マヒロンの返信が遅いのは、うん、なんかですよねって感じ。いいよ、あなたはもうそうあるべきなんで、いいっすよそのままでって思います。うん。でもなんであんなに遅いのかは気になるけどね。ちょっと角爺さん、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。ニコルさんもこんばんは。あ、もう25分や。じゃあ30分がキリは30分で終わります。はい。マヒロンに急ぎの LINE はしません、しません。はい。たけるくん、ももなどうなんだろう。あんまり LINE しないけど、でも多分そんなに遅いタイプじゃない気がする。なんか別にすごい待たされたとかいう記憶はないかな。誰が早いかな。でもね、みんなちゃんとね、なんか休養だったらすぐ返すし、休養じゃなかったらまあある程度ちょっと空いてから帰ってくるしって感じなんで、なんかなんだろう、別にもうマヒロンはスーパーノロマですけど、でレイヤーはめっちゃ早いけど、あとはみんな、まあ、普通かな、普通って感じ。うん。そんなね、みんなが思ってるほど、多分みんながどう思ってるか分からんけど、思ってるほどメンバーと LINE しないですね。仲いい悪い動向じゃなくて、なんか逆に毎日会いよりけん話すことが別にないというか、なんだろう、あの一緒に行く人、あのホテル組のね一緒に行く人とかは連絡取り合うけど、基本的にもう逆に常に一緒にいるんで、あんまり連絡取らないかな。うん、そう。ななみんもね、そんなに、あの私がね入院した時はね連絡くれましたけど、
そう、あの時もう通知がすごかった。みんなからめっちゃ嬉しいこと、みんなから連絡が来たけん嬉しかったですね。そう、だからそう、どうせ会うけんあんまり、うん、2期生と全然 LINE しないのよ。なんかてか追加していいのかわからないぐらいのところ、私からしたらこっちが遠慮しちゃってるっていうね。ななみんが急に電話していいってきたらどう思う？なんか寝ぼけてんのかな、酔っ払ってんのかなってぐらいびっくりしますね酔っ払うわけないんですけど、そんぐらいびっくりすると思う電話するメンバー、電話、まあ、なっちゃんはなんか卒業ってなった時電話したけど、なんかそういう話さなきゃ話したいって時とかしかあんまりないかな。電話ね、誰とするんだろう、誰とするだろうね。あー、カニャン割とするかも。なんか用を電話で済ませることが多いですね。結構いちいち声を聞くなんかこの前カニャンとのトークを見よったらさ、すごい LINE、 すごい電話しとって、こんなに電話したっけみたいな。別に一個一個1分程度なんですけど、多分一個一つ一つの用を電話で済ませてんだろうなって思いましたそう、そうなんですよ。あと2分だね、あと2分です。そう、カニャンね、コメント多分別全然 LINE 返すの早い、打つの早いけど、まあなんか確かに電話の方が早く済むってのはあんじゃん。だから、マブーさん、一番する相談する相手は誰？でも私相談事あんまりメンバーにしないかも、なんとなく、わかんないけど、まあもしするとしたら、若菜かお姉さん組ですかね、かな、するなら。でも基本あんまりしないかも、なんかそんなリアルな相談したことない気がする。一期生のグループはないね。ないと思う。サムサムの連絡ラインはありますけど、一期生だけっていうのはないはず。あんまり使わないもんね、だってそういうのって、だからそう若菜にもね、そんなすごい相談とか別そんなしたことないけど、あ、会長とはね、毎日してるときはしてるかな、 LINE。 そんな絶対毎回ってわけじゃないけど、でも絶対3日に1回ぐらいは連絡取ってると思う、多分。毎日してるときは毎日してますね。はい、そうな感じです。朝10分になったってことでってすごい LINE の話になったけど、まあ皆さんも程よいタイミングで返信しましょうじゃあ皆さん今日もありがとうございました。明日はね夜遅くの配信になると思います。また明日も夜も来てください。はい、というわけでありがとうございましたすごい締め方。あ、そう、もっとです。この後もっと聞いてください。清原リオのもっとぼちゃん劇場へゴーしました。はい、お楽しみに。9時半からです。ありがとうございました。明日も頑張ろうね。バイバーイ。